はい、おはようございます。こんにちは、そしてこんばんは、小池孝之でございます。今日はですね、奈良県、京都府、そして三重県、3県にまたがるここ、高山ダムへ来ております。この空気がキーンと冷たくなっているこの秋の高山ダムを、まあ、ハードベイトとか、パワーフィッシング主体でちょっと今日は一日楽しんでみたいなと思います。行ってみましょう。なんだなんだなんだ、おーバス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 、イエーイ、2人よっしゃーだーけー、釣れるね。昨日ね、雨降ったみたいなんで、まあ、クランクメインで行きたいんですけれど、ちょっとね、あんまり水がね、そこまで濁ってる感じはしないんで、まずはね、このワカサギカラーで、ね、このシルバーのやつでね、攻めていきたいと思います。ここのちょっとした張り出しでもうすぐパコーンと来るかなと。まず朝一の有望スポット釣れず、岬の岩場の向こう側に投げてクランクを潜らせた状態で岬にヒットするような位置取りでルアーを落とすと。岩盤はおらんかいな。いや、鯉すげえな。鯉しかいねえな。鯉こんだけ見んのにバスいないのかな。ってことは見えないとこ隠れてるのか。キンクロ、これに一回変えてみよう。左がめちゃくちゃ、ま、曲がる。ツルチューンしないとまずいか。アイを掴んでクッてやるんじゃなくて、リップの反対側にペンチ当てて曲げたい方向にクッグッグッとこうつまむ。まず最低限これのこれがスタンダードで、これの設定をやってること前提の上で、なんか右とか左側に壁がある、壁に寄せたい時に気持ちずらしてあげる。すごい濁ってんな。ちょっとこの色だったらね、ちょっとカラー変える。この色にね、馴染む、とっても目立ってかつ釣れそうな色。釣れそう、めっちゃ釣れそう。やっぱこの土っぽい濁りが入ってるときやっぱ赤色効きそうだよな。いいね。ちょっと上流まで上がりますか。ちょっとカレント出てきたか。よし、ここからだ。ここから流れたことによって魚が寄ってるから、こっちにね、ここからだよ。おっ、来た。くそ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 、草に、なんだなんだなんだ、おーバス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 、おー急に来やがった。うわ、ふっと、なんだお前、水中の草にサスペンドしてんの。うわ、思った、やばい。
重たい。超元気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 。取り出したー、イエーイ、太い、やばい、やっと来た、ありがとう、水素タンク、ありがとう。うわびっくりした、ヤバ太、太ヤバ、何これびっくりした。あのね、水中に草が生えてて、草っていうか、あの岸に生えてる草で、それの上に当たってトントンって外した瞬間にトーンってきた、草かと思った、イエス。はい、今日使ってるスイフトクランクのこれ特徴なんですけれど、ね、あの全体的に見た時にすごいミノーシェイプで、細身のクランクなんですが、マグネットの、ね、入ってる重心移動が入ってるので非常によく飛びます。同じようなサイズ感のクランクの中でも多分1段階遠くまで飛ばすことができるキャストアキラシに非常に特化した、クランクウェイトになってるんですが、真ん中よりもちょっと後方にボディが膨らんでると、なので浮力がケツがちょっとこう上がりやすい、ケツが上がりやすいことによって着水するときに後方にある重心移動が着水して浮くときにケツが上がるので、この位置でレスポンスよく重心が前に移動すると。なので着水してすぐに、その着水した場所からすぐに巻き出すことができる、ね、そうすると何がいいのかっていうと、例えば上手な人が岸際にポチョンって投げて釣れるっていうことはあるけれど、ね、少しキャストがうまくいかないときに手前側にポチャンと落として、そういう人はなかなか釣りづらい。だけれど奥まで投げれる人は釣れる。それはなんでかっていうと、やっぱりバスもどこまででもルアーを追っていくわけではない。早く気づかすことができるっていうと、着水してすぐにやっぱ動き出す必要がある。そういったときにこの、ね、素早くこうタイトにね、カチッとこう重心が戻ってくることによって水上をよくどんなキャストからでも巻き出してすぐ釣れる。いやマジでクランク最高やね。これすごいね、高山ダム。こんな流れがザーザーなところがあるんだね。上の方来るとこういう流れの中とか、そういった時にやっぱちょっとね、しっかりとピッチのあるルアーの方が狭い範囲でたくさん動いてくれるから、バス持ってきた。おっしゃ来た、スイフトクランク連覇。おっと、取った、おっと、取った、あー、おっと、取った。今までさ、全然魚来ねえのにって言ってたのにさ、あそこの一本を皮切りに一気に変わったね、状況が。だってあっこから流れてんだもん。よし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 、おお、おお、おお、イエーイ、来たぜ。まあでもいいね、さっきのが太すぎるからあれだけど、全然いい魚ですよ。君よくやった、ありがとう。この岩にね、クランクウェイトのリップの先端をガガ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 ってぶつけながら泳がしてきてます。これが例えば薄いリップのね、クランクベイトだと、まあ確かにね、水のキレが良くなってね、あのピッチも上がっ、ピッチというか、まあ、水のキレが上がるのかな、上がるんだけれど、そう、あのリップ自体がどん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 摩耗していく、削れていく。だけどこれ今もう今日今やってるけど、全然このリップだと当てても全然へっちゃら、たわまないから硬いところに当ててもそのままドドドドド、これがたわんじゃうとこうバネみたいにギュンってこう跳ねちゃうんだよね。たわまないようにするのと、当てて削れないようにするためにここの骨を入れてある、ドドドドドンって泳いでいく。そうすると今みたいにああいう激流の中でもピシッとドルッダーみたいな。はい、今回ですね、スイフトクランクの、タックルに使っているのがこの リベリオン、これの、701MLRB です。
クランク特化型と言ってもいいぐらい、あのクランク小型系中型系のクランク非常に巻きやすくて、もう最近はもうこれ一択になってます。で、一緒に、それの時に使うのがこのリールの、タトゥーラ80です。なんであえて80を選んでいるかというと、こういった中型系もしくは小型系のルアーを遠くまで飛ばすためにはやはりね、この32倍のこのリールの方が圧倒的に飛距離が出る、マグゼットが入っているので、非常にね、あの後半の伸びも非常に良くて、これもちろんハイパードライブ搭載されてるんで結構ラフな使い方してるんですけれど、未だにギアの、あのなんていうんですかね、ゴリとかガタつき、そういったもの一回も出ていません。そしてね、ギア比めちゃくちゃ大事です。 6.3 使ってます。何か物にコンタクトした際にノーマルギア、ローギアのものだと止めてかわして、そして巻き出すっていう風にね、あのもうクランクをね、生き物みたいに扱えることができるので非常に超過伸びてくると思います。ラインなんですけれど、今回は、スティーズフロロリンクスの、これ13ポンドを巻いてあります。12ポンドをまあまあ主体に使いつつも、浅いところでは14ポンドなんかを使うんですが、今回はまあその岩もあるし、カバー周りでかけることももちろん想定してるんですが、一段深いところも攻めたいというところで、そのちょうど中間の13ポンドを選んできました。ここに来るまでさ、全く魚の毛をつかむことができなかったのでさ、まあ、もちろんいいエリアにも来てるっていうのもあるけどさ、そのちょっとこの辺のラインだなとかさ分かるようになったら、急に魚がイージーに釣れるようになりました。これがやっぱりファストムービングの釣りをやってると見つけやすい展開の一つ。カレントのあるちょっと外側、チャンネルのエッジ、これが多分一番のキやっぱ一段深いところにいるわ。スイフトクランクならでは、ならではフィッシュ。オーライ。赤色。やっぱね、土の色、土濁りは赤です。釣れるね、これ。はい、お疲れ様でした。エレキのねフィールドなんで、帰ってきてる時には明るく、そして片付け終わったら真っ暗になってしまいました。高山ダム、クランクベイトで、楽しい釣りができました。クランクでスピーディーにエリアをこうどんどん変えていって、カレントが発生したら急にバイトがダダダダッと出てきた、まあクランキンとかね、そういったスピードのある釣りが、それの特徴だったんじゃないかなと思います。というわけで、今日はメリークリスマスの夜だと思いますが、皆さん素敵な夜をお過ごしください。それではメリークリスマス。さよなら、さよなら、さよなら。